お前の命に戦争を止めるほどの価値はない。そうかもしれねえけど、俺にできることはそれしか。ボルト、考えてやってもいい。お前たちの行動次第だな。ボルトが殺されても黙って見ていられたなら考えてやろう。頼む、黙って見ててくれ。そんなことはさせない。死ぬんだよ。俺だって死ぬのは怖えよ。けど怖いのは俺だけじゃない。戦争で死んでいった奴らだって怖かったんだ。仲間に死なれちまった人たちだって悲しかったんだ。俺たちはそんな痛みを憎しみに変えることで戦争を広げちまった。本当に止めるならその痛みを引き受けなくちゃならない。二人とも仲間を失う悲しみで復讐しないでくれ。頼む。話は終わったか。ああ、なるほどな。喜べよ。お前のために舞台を用意してやった。そうか。どうした？やり返さないのか？お前たちの仲間はたった今殺された。その仇がここにいるんだぞ。ボルトの死はお前にとってそんなものか？悲しくないのか？悲しいよ。悲しくって胸が潰れそうだよ。復讐は止められない。誰にも悲しい思いをさせたくないってあいつは言った。これで戦ったらボルトの思いが無駄になる。お前の勝ちだ。お前の仲間は復讐をしなかった。でも俺さ、お前と笑ってもう一度話したかったんだ。